サッカーアメリカ領サモア代表はアメリカ領サモアサッカー連盟によって編成されるアメリカ領サモアのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムはパゴパゴにあるベテランズメモリアルスタジアム。人口が少ない上にアメリカ領ということもあってアメリカンフットボールが圧倒的人気を占めるためサッカーの実力は世界最弱レベルとして知られる。 2001年4月11日のオーストラリア代表との試合では0から31での敗北を期したが、これは国際 A マッチ史上最大点差の敗戦である。1994年11月24日に初の FIFA 公式戦となる西サモア戦で敗戦して、以来、FIFA 公式戦では30戦全敗という結果であったものの北中米カリブ海。 サッカー連盟から派遣されたトーマスロンゲンによる立て直しにより31戦目となる2011年11月22日の 2014?FIFA ワールドカップオセアニア予選一次予選でトンガに勝利し FIFA 加盟後の公式戦での初勝利を果たした。しかし一次予選はグループ3位で二次予選には進めなかった。この一連の経緯は後にネクストゴール。 世界最弱のサッカー代表チーム0対31からの挑戦というドキュメンタリー映画として記録され、各国の映画祭などで上映された。2018年大会の FIFA ワールドカップオセアニア一次予選では、前回予選で勝利したトンガに、再び勝利し、クック諸島からも勝利して2勝を挙げたが、サモアに勝ち点で並ぶも、得失点差でわずかに1点を及ばず二次予選には、 進めなかった。フィフォバイ2018年予選終了時点では、上日の2014年大会予選の1勝と2018年大会予選での2勝で、公式戦、通算3勝を挙げている。アメリカ領サモアサッカー連盟設立以降について、記載、アメリカンサモア2-1トンガ、オセアニアサッカー連盟、2011年11月24日へずそれ以前の勝利は、 FIFA 加盟前の1983年のウォリス・フツナ、戦のみであった。アメリカ領サモア代表の試合結果、通算成績。fifaranking.net。http コロンスラッシュ fifaranking.net スラッシュネーションズスラッシュ ASM スラッシュリザルツスラッシュ2018年2月22日閲覧。ありがとうございます。